廃棄の店さん木です。モンキーポット一枚板ですね。テーブル用ですけど、ちょっとサイズを話しますね。長さですね、160センチで、山のような、ね、形になってるんですけど、ここ狭いんですよ、45センチで、まあ、だんだん広くなって真ん中ぐらいでもう60センチくらいですね。で、そこからもうこの末広がりのところが、まあ、80センチという感じなんですけどね、ちょっとこう、うん、あの極端な、ね、感じの一枚板ですね。形すごく面白いんですけどね、この辺なんかもね面白いんですけど、で厚みが50ミリですね、5センチあります。はい、白玉もね、まあまあ大きい感じですけど、オイルでね、濡れ色を、ね、コントラストがどんな感じに出るのか、チェックしてもらえればと思います。じゃあ、お相撲カラーの方、じゃあ塗装をお願いします。やっぱりこう赤みの部分はね、出ますね。ぐっとね、濡れ色が出ます。この一枚板も原木の、まあ、結構外側なんですよね。外側でまあね、そういうね、外側なのはやっぱこの耳がね、すごくなだらかというか、本当に外側の感じで、でね、一見広く見えるんです、見えそうなんですけどね、ここが、ここね、台面はこの部分だけなので、この辺は耳なんですよね。耳がもう10センチ以上ありますよね。ああ、もういい感じでチョコレート色に、ね、赤みが出てますね。決してね、やっぱモンキーポット、まあ、うちで今までね扱ってるやつもそんなにものすごいこうネズミのいいものってあんまりないんですけど、これなんかもね、まあ、本当にどうなんでしょうね、全体で100年くらいの木なのかな、杉とかね、欅とかでね、これぐらいだと結構ね、やっぱり樹齢は本当に200年とかね、杉でもまあね、細かい樹齢のね、高いものだと200年300年ってありますけどね、あんまりこのモンキーポットはね、そんなに樹齢の高い感じじゃないですけどね、まだまだなんか扱い経験もちょっと少ない木なんですけどね。そうですね、まあ、こう見てますと、そうですね、ダイニングテーブルにはちょっとやっぱ若干ちょっと小さいのかな、なんかここがちょっと狭すぎるんですよね。だけど、160センチの幅で、まあ、こういうちょっとね、こっち側にちょっといろんなこう強調するものが出てたりすると、やっぱりなんかパソコンデスクなんかは面白そうな感じしますね。例えばもうこの辺からもうね、まあ こっちはこっちである程度ね、耳がまっすぐなので、こっちをこう壁側にしたとして、そうですね、ここがねぐっとちょっと出っ張りますけど、うん、なんか存在感があるパソコンデスクとかになりそうですね。これはなんか面白そうですね。こういう使い方ですよね。こんな雰囲気で使ってみてはどうかなと思いますね。はい、ね、そんな感じでね、今塗装が全部終わりました。やっぱりね、無塗装の時とはね、ガラッとオイル塗っただけでこれぐらいね、赤みの黒いところがねぐっと出て、コントラストがはっきりになった、すごくいい雰囲気になったと思います。
はい、今日はねモンキーポッドを、塗装風景ね配信しましたけど、いろいろ杉とか欅とかね、まあ、珍しい木のものとかいろいろ配信していきますんで、ぜひねチャンネル登録してもらえればと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。